1月28日、松山市梅田町の三浜小学校で子どもたちが神楽や雅楽に親しみました。主催したのは愛媛県神道青年会という40歳以下の神職による集まりです。会では平成10年から毎年幼稚園や老人ホームなどで慰問神楽を行っていて、今年初めて小学校で開催することになりました。この日は愛媛県神道青年会のメンバー11人と伊予津彦の御事神社の御子2人、南予の男性神主だけで構成されている神奈木会から3人が集まり、三浜小学校の4、5、6年生およそ110人を前に御子舞、雅楽、神楽を披露しました。昔から伝わる雅楽を披露することによって、古き良き伝統等を子どもたちに見ていただけたらなということで、今回慰問神楽として小学校を選ばせていただいた次第です。まず国歌斉唱ということで、君が代を平和を歌う曲でありますので、子どもたちにそういった気持ちを持ってもらえたらなということで国歌を斉唱させていただきまして、その次に浦安の舞という舞をさせていただきました。これは昭和天皇様が歌われました、雨土の神に添い乗る朝凪の海のごとくに波立たぬよという歌がございまして、こちらの方も平和の曲になっておりまして、そういった気持ちを皆さんに持っていただきたいということがありましたので、浦安の舞というのをさせていただきました。そして雅楽に移って絵天楽ということなんですけれども、絵天楽は雅楽の中でも一番有名な音楽になってますので、それを聴いていただいて、でそれぞれ楽器の紹介をさせていただきました。せっかくですから4年生、5年生、6年生の順番で楽器に触れていただきまして、雅楽とはこういうもんなんだよというのを感じていただいたかと思っております。最後にうずめの舞というのを伊予神楽の皆さん、南予地方から来ていただきまして、伊予神楽の皆さんに待っていただきました。これは天照大御神様が雨の岩戸というところにお隠れになった時に、神様が皆さん集まってその岩戸の前で舞を待って、天照大御神様が岩戸から出てこられて、世の中が平安になったっていうようなことでありましたので、全体通して日本は平和なことを祈る国であるということを皆さんに知ってもらいたいなというふうな思いもありました。最後の女の人がダンスしているのは、最初は女の人だと信じていたけど、本当は男だと聞いてびっくりしました。いろいろな楽器に触らせてもらったことが楽しかったです。七力を触りました。吹いてみてあまりよく吹けなかったけど、最後には吹けたのでよかったです。一人一人の音が一つの音楽にできるのはすごいなと思いました。子どもたちは普段触れることの少ない伝統楽器や音楽を前にして、とても興味深そうな様子でした。